演歌。ロレンさん、何を聞いてるの？あ、演歌の音楽。歌の名前は？あ、すき焼きという歌です。あ、先週ジェロのコンサートへ行ったんだ。そう、でも演歌は年を取った人が好きな音楽じゃないの？それはそうかもしれないけど。ロレンツさんは演歌が好きなの？どうして？うん、大好きだよ。最近いつも演歌を聴いているから、もっと好きになった。そう、でもロレンツさんは若いから J-POP を聴いた方がいいんじゃない？J-POP はいいかもしれないけど、演歌は年を取った人の音楽だなんて言わないでくれたと思う。実は私も時々演歌を聞くよ。でも私は普通クラシックの音楽を聞いてるんだ。あ、若い人はクラシックの音楽が古すぎると思ってるだろうね。そうだね。若い人は新しいものがだけがいいっていう理由でクラシックの音楽を聴かないんだよね。ああ、そうだね。人気がある音楽は時代とともに変化するね。でも若い人はたくさん教育を受けているくせに伝統的なことに理解を示さないよね。そうだね。伝統的な音楽には伝統的な音楽なりの良さがあるし、近代の音楽には近代の音楽なりの良さがあるけど、若い人はもっと伝統的な音楽も聴いた方がいいと思う。そうよね。でもジェロが人気があるから、これからもっと若い人は伝統的な音楽を聴き始めるような気がする。あ、ヤンさん、今週まで演歌のコンサートがあるから一緒に行かない？え、本当？いいね。行きたい。じゃあ土曜日の6時頃会おう。